命の尊厳。難民キャンプへご来場の皆様、各種メディアでご観覧の皆様、いつもありがとうございます。今、私たちがこうして医療支援できるのは、大勢の方々による理解、応援があるからです。また、紛争や戦争のない安全、安心があるからです。全員で、これらへ感謝しましょう。正直、 自分が生きている間にまさかこんな経験ができるだなんて思っていませんでしたご存知のように私たちは難民キャンプや周辺地域で生まれましたが生活する環境機械に乏しい中育ちました四六時中戦火に追われ命からがら生きながらへ今日を生きることで精一杯という人生をずっと歩んできました家畑水 道路、学校、病院、友人、家族、様々な大切な宝を失い、未来は完全に継げたものと覚悟しました。しかしある日、希望の光が差した。月面移住。この救済のおかげで私たちはまた、毎日を生き、将来の夢を思い描き、仲間たちと笑い合えるようになった。 これを奇跡と呼ばずにいられるでしょうか。そんな私たちから、世界で暮らすすべての方々へ向けて、大切なメッセージを送ります。どんなに苦しい時も、希望を持ち続けましょう。誰に対しても、愛情を注ぎましょう。犯した過ちは、施しに変えて送りましょう。自分の生活を大切にするように、他人の生活も大切にしましょう。 幸せに生きるためには、本当は、それだけあれば十分なのですから。ME14 年12月1日、ベストバンク難民キャンプ、世界医療支援会議。